みんな寝ちゃったね。っていうかさ、斬新なこと考えたよね、パジャマパーティーって。誰が考えたの？え？君が考えたの？へぇー。エッチだね。こうやってみんなが寝た後に誰かと一緒に楽しめればいいなぁなんて、ちょっとでも考えた？パジャマだし、普段より身軽だし、しかも脱いでも簡単に着替えられるし、簡単にね、ごまかせるし、変態だね。そうだ、ねえ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 、みんなが寝たしさ、まあ二人で一緒に楽しもう。他の人なんて気にしないでさ、私たち二人だけの秘密ね。よかったね、私が起きてて。だってパジャマパーティーって決まった時からこのシチュエーションをずーっと楽しみにしてたんだから。え？どっちが変態だよ。しかも男の子でパジャマパーティーなんて考えるなんてさ、よっぽど変態だよね。ねえ、変態じゃん。でしょ？まさか君が考えてると思ってなかったけど。ねえ、みんな寝ちゃったよ。どうする？二人で飲み直しちゃう？もしかしたら私たち二人でお楽しみ中に誰か起きてきちゃったりして。でもそれも悪くないかもね。背徳感ってやつかな。楽しいね。ありがとう、パジャマパーティーなんて考えてくれて。ね、私のパジャマ姿可愛い？ほんと？え、嬉しい。は？何言ってんの、照れてないし。もう私が照れるわけないでしょ。でもさ、君もパジャマかっこいいね。だってさ、いつもピシッてしたかっこいい服しか着てないからさ、どんな姿なんだろうって頭の中でずーっと想像してたからさ、ようやく本物が見れてすっごく嬉しい。え？気になってたっていうか、まあ、大学入った時に、っていうかサークルで君を見た時から、かっこいいなぁとはずっと思ってたし。パジャマ姿ってさ、なかなか見れるもんじゃないじゃん？今日だって。ねえ、そんなにさ、びっくりな顔しないで。今日だってさ、どうやったら二人きりになれるかなってずっと考えてたら。本当に二人きりになっちゃって、すっごい嬉しい。何？酔っ払ってるわけじゃないし。本当に思ってたことだもん。
ねえ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 、あのさ、私と二人っきりになれて嬉しい？嬉しいの？可愛いんだけど、どうしよう。恥ずかしいし、一回飲み直さない？一回飲み直したいな。一緒に口づけで、一緒に乾杯しよう。